青い空の彼方には見えない。はい、皆さんこんにちは、 BJ のウクレレ講座です。今回は17インチポケットウクレレのレビューをしたいと思います。はい、ここに持ってるのは実は何を隠そうウクレレなんですけども、もう届いた状態からこれ見てください、なんかかなり落とされてますよね、途中落とされてるのか踏まれてるのか結構すごい、こういう感じで届きました。はい、ポケットウクレレ17インチですね。さあ、どういう、もうケース見ていただく、この中に入ってるんですけども、もうこんだけ大きさが違います。これソプラノウクレレですよ。はい、それでは中開けてみたいと思います。じゃじゃん、ドンと来ました。はい、これでケースに入っております。入ってますけども、ここになんかクッション材的なものは一切入っておりません。はい、さらにまたケースに入ってるのに小さい。これソプラノウクレレと比べてみてください。はい、非常に小さいし薄いですね。まあそもそもですね、ソプラノウクレレでも普通に携帯性はいいですよね、ソプラノウクレレでも。それ以上に小さいもので、ということで、ちょっとこの間練習会でお話が出たので、はい、手に入れてみました。これです、ポケットウクレレですね、17インチ。はい、なんとこれスプルーストップ板、短板なんですね。ボディスプルースとだけ書いてあるんですけど、これはサペリじゃないかなと。マホガニー系のあれですね。ここもそうですね、マホガニー、まあサペリっぽい感じですかね。はい、トップはここのサウンドホールのところから見ますと1枚板。はい、とりあえず音、はい、これレギュラーにチューニングしました。なんか昔の電話機から聞いてるような音、なんかそういう感じの音です。まだ引き込んでないのもあるのかもわかんないですけども、アクイラのナイルガットがついております。はい、このラベルがついてるんですけども、この弦の長さどんなもんかと言いますと、ウクレレでいうとこの5フレットですね。こうやって合わせてみますと、こうするとこうですね。はい、ここがナットの部分なので5フレットですね。5フレットにカポをした状態。はい、これでレギュラーチューニングすると割とダルンダルンなんですけど、多分太い弦を張ればなんとかなんのかなっていうところですね。はい、でかなり残念なのが、届いた時からトップ落ちしてます。なんとものすごいチューニングが高い状態で届きましたので、うち、に来るまで何ヶ月何日間かずっと巻きっぱなしだったんじゃないかなというところで、ネックは特に曲がってはないです。がっちりしてますので、曲がってはないんですけど、トップが若干落ちてます。それから残念なことに傷だらけです、トップ。せっかく一枚板なんですけど、かなりこう爪で引っかいたようなガーってこの辺に、結構光の加減で分かりますかね、見えないですかね、後で写真に撮って、出しますね。残念な感じに傷は入ってますけども、中国から送られてきて、かなり日数がかかりました。返品するのもめんどくさいので、このまま使う、まあ返品のあれではないんだと思うんですけども、はい、かなりクオリティ的に雑です。はい、まあブリッジの高さ、弦の高さは大丈夫なんですけど、ナットがかなり高いです。これは削らないと、うまく使えない。1フレットかなりシャープします。優しく押さえてもかなりシャープしますね。で、また残念なことに、ここナットの部分、これ牛骨っぽいナットがついてるんですけども、隙間があります。一旦外して接着し直すといいと思います。それからネックがかなりしっかりと作られておりまして、あとペグ、これも割と滑らかに動くんですけど、滑らかに動くクローズドバッグのいいものがついてるんですけど、重い。その分重いですね。オープンバッグの軽いものにしていただければよかったんですけど、かなり重いので、この辺ぐらいでバランスが取れてますね。はい、
だからこうやって抱えると非常に重たいです。前にあのご紹介した薄めの、薄レレですね、あの薄いウクレレ、あれもヘッドの方が重たかったんですけど、これは異様にヘッドが重く感じます。でボディが小さいのでこうですね、ホールドしづらいところもあるんですけども、これ本当にあの A4 サイズのこれが入るぐらいのカバンだとピュッと入りそうな、 A4 よりは大きいですけどね、それぐらいのこの大きさですので、ソプラノウクレレが入らないようなカバンでも持っていけるんではないかなと思います。先ほどケースもついてました、ペラペラのケースで肩から下げるのもありません。この手の部分とチャックが割と引っかかるチャック、不織布的なスポンジも何にも入ってないケースですけども、まあこれでカバーするぐらいのなったらなると思います。形が綺麗でわりかし可愛らしいので奥さんにはぴったりだとは思うんですけど、ただ重たいですね。残念なのがもっと削ってこれを薄くすれば多分バランス、あとペグですね、もっと軽いオープンバッグのものなどにするともっと軽くてお子さんなんかでも引きやすい、小さいお子さんですね、にはいいのかななんて思うんですけども、ちゃんと手を入れてあげてですね、このナットの溝切りしっかりやってペグを取り替える、までやると割と、あと弦をですね、はい、これアクイラから、フロロカーボンの太いもの、オルカスでいうとこのテナーゲージぐらいですね、テナーウクレレ用のテナーセット、それぐらいにすると割とちゃんとしっかり音が出るんじゃないかなと。ボディの方も割としっかりしてますので、ちょっとこいつもですね、手を入れていろいろと改造してですね、ペグヘッド、いろいろ調整して、また改めてレビューしてみたいと思います。このままではちょっとバランスがですね、ちょっと厳しいかなという感じですね。5フレットなのでもしかしたら普通の弦を張って、5フレットの1までチューニングを上げると割ともっと安定していい音が出るのかもわかんないですけど、その辺ちょっと今後いろいろとやってみたいと思います。なかなかまあね、この辺普通に作られてあるのでもったいないですよね。この傷とかやはりクオリティ的には中国産っていう風な、まあバランスさえ良ければどうですかね。まあ、BJ のこの指で弾けますので、女性の方とかだったらちょっと何かの時に持って行って待ち時間にポロンと弾く用ウクレレ、に使うのにはいいかと思います。はい、 BJ のウクレレ講座、今回は17インチポケットウクレレのレビューさせていただきました。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。雨が降る水の音を気持ちが癒される、土に染みて消えてゆく表に残らない、何も語らず心に秘め、静かにゆっくり時を待つ。